どうも、洋次郎です。はい、今日もですね、皆様からコメントいただいた質問に答えていこうかなと思うんですけども、質問じゃねえか。まあ話題提供ありがとうございます。ということでね、今回はこちらに答えていこうと思います。ということで、もう常連さんとね、今、指導さんでございます。はい。ね、多分7日界隈がちょっと寂しくなっちゃったなっていう、動画の、コメントでこういうのが来ました。はい。よろしければ、昔のレイニャンや、ジャックナイフルーリーが、今のオットイロセに変更した経緯を教えていただけますかということでね、はい。まあ、最初にジャックナイフルーリーからいきますか。はい。多分、ルーリーは多分あれですね、7日に、もう入った当初は、もう誰とも仲良くするつもりがなかったと。もう、メンバー全員ライバルで、この子たちを蹴落としてでも、もう、上り詰めてってやるっていう意思で、もう、入ったんですけども、その意思はもう、とてつもなく大事で、もう、当初からね、スタッフさんに言われてたのが、もう、あなたたち、もう仲良くするのはいいけども、あなたたちをライバルだからねって、ずっと念を伝えたんですけども、ね、その、気持ちで、ルーリーはグループに入ってきて、もうやってやるっていう気持ちでね、来たんですけども。で、どんどんね、7人のメンバーと関わるにつれてね、なんてこの子たちはいい子なんだってなって、まあ、おっとり路線というかね、まあそういう路線に、まあみんなと11人で頑張るという、気持ちに路線変更していったのかなって思いますし、多分このジャックナイフルーリーが最初に出たのが多分ショールームかどっかわかりませんけど、僕が一番最初に見たのが、その、花川めいちゃんが卒業する時の、めいちゃんに向けたブログのその最初の文ですかね、そこに、そういうことを書かれていて、あ、こういう気持ちでね、ルーリーは、7日に入ったんだなって気持ちがわかる、一文だったなって思います。はい。で、次がですね、まあ、レイニャンですか。レイニャン、僕、昔苦手だったんですよ。それこそ、2017年とか、最初の方。まあ、それがなぜかっていうと、まあ、なんでしょうね、なんか、女の子した喋り方っていうか、なんか、女の子同士、多分、学生とか、高校生ぐらいかな、って時に、なんとかでさ、マジでさ、みたいな、わかりますかね、なんか。女の子同士でなんか喋ってる会話をなんかもろ、ファンとのショールームの中でもなんかやってた感じなんで、なんでしょうね。まあ、簡単に言うとタメ口に近い感じだったんですよね。うん。今みたいにちょっとなんか、ファンの皆様にみたいな感じじゃなくてさ、なんとかでさ、みたいな感じ。こういう感じだったんですよ。で、ちょっと苦手だなと思ったんですよ。ちょっと結構きついかもなって思ってて、でも、今でも覚えてますけども、2018年かな、確か18年の4月8日の、タワーレコード池袋でのイベントで、シャンプーのイベントだったんですけど、そこでね、まあ初めてレイニャンと会って、配達会に行って、で、まあ、終わりましたってなったらね、じゃあありがとうございました、アマチュアリーさんと宮瀬レイナさんでしたって言って果てていくんですけども、もうね、ずっと遠くにいるんですよ。もう遠くにいるんだけども、レイナがね、ちっちゃい体でバイ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 って何度もジャンプしながらね、あれを見て、あーもうこれはもうやべえと思って、もうそこからファンになりましたね。はい。で、まあおっとり路線になったのが、まあマネージャーさん何かに言われたんすかね。急になんかすごくバカ丁寧な感じというか、本日はありがとうございましたみたいな、ああいう感じはなんか、なんだろうな、やっぱりなんかそのね、表に出てくる回数が増えれば増えるほど自分の中で何かがあったのか分かりませんけども、うん、ファンの皆様に丁寧にやろうっていう気持ちが湧いてきたんですかね。はい、なんか徐々にああなっていきましたね。イベントを重ねるごとに、うん、丁寧な感じになってって。で、僕も実は言ったことがあるんですよ、本人にツイッターで。ね、その4月8日以降に、その、実は僕、最初、宮瀬さんのこと、こうこうこうでさっき言ったみたいな、ちょっと苦手だったんですけども、うん。でも、ファンになりましたみたいなことを、なんか、言ってからかな、言ってからなのか分かりませんけど、徐々にああなっていきましたね。すごく丁寧な感じに。はい。っていう感じですかね。うん。ね、だからもう、最初はね、レイニャン苦手でしたけども、今はね、もう、
ね、どこの現場に行っても、もう恥ずかしくない、存在なのかなって、思いますし、ね、これからのね、七虹の躍進には欠かせない人物の一人なのかなとも思います。はい。まあ今日はね、さっきまで見てましたけども、サリーと萌えちゃんすごかったっすね。萌えちゃんのなんか、やっぱり破壊力って半端ないなって改めて思いました。なんでなんか、本当にね、見ながらちょっと怖かったもんね。ホラーでした、なんか。私寝てたんですって真面目な顔で。マジかと思って。ね、以前、ナゴミンが、萌えちゃん本当にやばい人なのかもしれないみたいなこと言ってましたけども、ナゴちゃん、萌えちゃんは本当にやばい人かもしれないよ。ね、優しい子なのはわかるんだけど、あの子は本当にやばい人かもしれないって改めて、イベント見て思いました。はい。っていう感じで今日の動画締めたいと思います。はい。それではね、チャンネル登録だったり高評価、バットボタンでも何かしらボタンを押してくれたら嬉しいし、あとはね、皆様からの、幼児とかにこれ話してほしいっていうコメントがありましたら、ぜひ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 よろしくお願いいたします。